今日のメインはオートミール。まず器にオートミールを入れる。そこに無調整豆乳を入れて600ワットで2分。取り出したらプロテインを入れてひたすら混ぜる。そこに切って冷凍しておいたバナナ、冷凍ブルーベリー、シナモンをかけたら完成。抹茶プロテインオートミールボール。リョスのダイエット食堂ではダイエットしている方におすすめの食べて痩せられるレシピを数多く紹介しています。ダイエット中に何を食べていいかわからない方、健康的な食事をしたい方はぜひ他の動画も見てください。動画の内容が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。